ません、平らばのところはね。なんでこれ今そこつきました、ね、これ今ゴツ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 になってますけど、これそこを引きずっていますんで、食いましたねはい、ボトムで食いました。ゾロラマでした。正解は正解のパターンが、あー、もう使ったようです。はい、おはようございます、釣りバカ3号です。本日も高松沖やっていこうかなというふうに思います。ですね、意外と早くも潮が走ってます。朝一は砂のサンドウェーブのポイントからやっていこうかなというところです。まあ、例年ね、ちょっとコロラバとかで釣れるような砂の背なんですけど、だいぶ潮がいってるんで、ちょっとコロラバやってみようかなというところですね。一旦まあ普通に流しますけど、流しながら背のトップでズルラバとコロラバの違いみたいなものをね、ちょっと少し解説しながらやっていこうかなと思います。両方ともまかない釣り、そこを引きずる釣りではあるんですけど、ちょっと趣旨が違うのでその辺説明しますね。セッティングはひとまずイグレーブラックカーリー、針のセッティングをちょっと変えてます。だいぶ短めにしてますね。まあ、これでどうかなというところで、流れるラインは良さそうですね。潮は2ノットぐらいいってます。これぐらい潮がいってればズルラバ、コロラバ、まともにいい感じですね。特にコロラバは潮が早い時がいいので、期待してやってみたいなというところですね。潮2ノットあるんで、あ、浮いてる魚いますね。結構思ったより浮いてるな。平ラバは無視しますね。わからんな。潮早いのでスローリトリーブでもいいんですけど、まあ、イグレーのカーリーなんで、ちょっと普通巻きぐらいでやってます。ちょっと同調しないのかな。ちょっと船先行ですね。なので平ラバが映りにくいので、まあ、これは仕方ないです、ね、何食ってるんだろうな。結構浮いてるんで、なんか流れてくる何かを食ってる感じですね。そっか、こんな流れるんか。2ノットか。まだ潮起こりだと思うんだけど、この辺潮を聞き始めるのが早いのかな。ボトムからね、5メーターぐらいずつをやっていってます。で、今結構駆け上がる、海図と合わないな。動いてるのかもしれないですね。地形ってね、結構砂のところ変わるんですよね。で、私が作ってる海図ではここ溝になってるはずなんですけど、今上がったのでトップがずれてるのかな。で、ズルラバっていうのは割と、まあ、砂地が多いかな。潮がね、動くところなんて、まあ、砂地が多いんですけど、でもあんまりこう凹凸がないような場合だったりとか、本当にどこに魚がいるか分かんないというような状態で、とにかくずるずるとずっと引きずっていって、どっかで魚に出会うっていうのがズルラバです。で、私たちがやってるあのコロラバっていうのはですね、この砂のね、こう背があるんですけど、その砂の背のトップの裏側にいる魚っていうのを狙う。コロコロ転がして、その背の裏側にコロッと転がし込むっていうイメージなんで、コロラバっていうふうに言ってるんですね。で、これは潮が非常に速く走るとポイント、そして、サンドウェーブの近い地形ですね。砂がの丘と谷が繰り返すような地形のところで、潮が速いと、その砂の背の裏側にですね、あの潮が速すぎるんで、その潮が巻くところに、大きな魚がこうステイするんですね。で、そのステイする魚を、狙って釣ってやろうっていうのがコロラバということで、やってます。その魚っていうのは、まあ、結構大きな魚が多いんですよね。あんまりこう泳ぎ回りたくないのか、なんか何なのか、
サイズのいい魚が多くて、そういう魚を狙って釣れるということで、その背のトップのところに転がし込んでコロッと落とし込むということでコロラバというふうに呼んでいます。で今、背のトップ付近に来てちょっとね浮いてる魚が結構いるんで今巻いてます。で、幸いにもというか船先行なので今魚探に映ってる映像が先に来るんですよね。で平場はその後から来るので、ここではですねコロラバをするべき背のトップが越えた瞬間からコロラバに切り替えようかなと思います。今越えました。で、今まだ背を越えてません。平場のところはね、なんでこう今そこをつきました。で これ今ゴツ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 になってますけど、これそこを引っこずっています。食いましたねはい、ボトムで食いましたというような感じで、今の多分背のトップぐらいだと思います。超えてないかもしれないですね。ボトムでステイさせてたら食ったという感じです。で、やっぱりちょっとサイズがいいと。ボトムコロコロし始めた瞬間に食いましたね。よいしょ。よいしょ。まあ、ビッグサイズとはいきませんけど、まあまあ、いいサイズです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、本日1枚目。あ、もう1個の背はもう超えちゃうな。残念。まあ、2つ背があって、その片側で食いましたね。はい、ということで、よっこいしょ。はい、イグレーブラック、カーリー。バックで口の中に針が入ってます。うん、狙いすまして食ってる感じがありますね。はい、大君ナイスサイズですね。一旦入れてみましょうか。絡むか絡まないか。はい、こんな感じで、なんかガチャガチャしてる感じがしますけど、うん、どうでしょう。この浮いてる魚何なんだろうな。タイじゃないのか。でこの、いやタイだと思うけどな。いやこの小さいなんか上もわーっと映ってる何かを食いに上がってるんだと思うんだよね。すごいね。これ合うと思うんだよね。中層のやつらのとこ通ると思うんだ。この巻きで。ほら食った。さあ、オッケー。だいぶ上で食いましたね。やっぱりね。こちらが緩かった。魚が小さい。魚が小さいのかこれ。えらいファンキーに浮いてましたけど、魚が小さい。こんなのなのか。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。いや張り切って釣った割にはこんな魚でした。ブレード食いましたね。あ、いやー。イカですわ、やっぱり。ほらね、マメイカです。吐いたのがここはマメイカパターンですね、間違いなく。うん、これはすごいいいベイトが写真撮れたな。やっぱり中層にふわっと浮いてるものを食ってるっていう魚ですが、食ったのははい、ブレードジグ。ちょっとリアクション的な感じでしょうねこれね。うん、分かった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 。食え、追ってたよね。あ、当たった、かからん。分かった。うん、あ、緩いねホイカ。食え、あー、やめる。まあこれ食わんね。はあ、つら。
はい、おはようございます。釣りバカ3号です。本日も高松沖をやっていきたいなというふうに思います。こんなセッティングで近場からやっていこうと思います。まだ潮がねちょっと効いてないので、潮が効くまで手前で様子見というところです。食った、あー外れた、もう上がった、食ってくれ、あーやめた、よし上がった、食え、あーやめた、だけどこれは何？本日ファーストフィッシュ何時よ？11時ですよ。ふう、すごいの釣れましたね。バイバイ。あー当たった。ここら、なんか本当ここら。あと。まあ、ブラバク行ったんじゃね？お、あった。あ、かからん。マジか。そこをキープするのちょっと軽すぎるな。ちょっと重い。75とはかかるだけやけど、ジロヤバとかは3本にして結構後ろに針持ってきててもいいかもしれないですね。ちょっとだけウェイトアップ、一応 2.6 ノット、でした。正解はというわけではなかったんでしょうけど、魚が全然取れませんでしたが、ようやく正解のパターンが、あー見つかったようです。うわー当たり釣れて嬉しい。いや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 、そうっすか。やっぱり激流になるともうこれしかないんですよね。はい、ズルラバ、ズルラバで1枚、あー嬉しい。もうなかなか釣れないのかと思ってましたが、でここをもう待ち受けて食ってるんでしょうね。口の中に針が入ってます。もう空気満々ですね。はい、セッティングはまあまあ何でもいいのかもしれない。イグレーブラックでしたけど、はい、ということで、大君、ありがとう。
けど、こと 90g にしてやろうかな。ちょっと 90g にしましょうか。それでもいい気がするんだよね。あっちビートは 90g。 水深は 20m ないですからね。 19m です。どうしようかと思う感じでしたけど、また滑り出しもあったね。気持ちいいですね。ひょっとしたらさっきのとこもズルガバしたら食ったかもしれない。ちゃんとそんな気がしますね。すましてこう、まあやっぱり餌がねわーっと流れていっちゃってるんですけど、早いからね、潮が早いんで餌が流れていくのが早いので、ちゃんと狙いすましてこう食ってる感じですね。よいしょ。はい、ということで、あ、まあまあいいサイズですね。はい、な感じで針がちゃんと口の中に中から刺さってます。これだとねバレないですよね。ちゃんと手持ちでバイトを取ってやればズルラバもしっかりかかりますね。 90g ヘッドで、よいしょ。ボトン2時が最強で、 今1時42分なんで、おっと、これはちょっとかわいいね。かわいいサイズになりましたね。これタイかな、タイじゃないのかもしれない。ずっと、いやいや、タイか。ずっと重くなっただけですけど、あ、やっぱタイじゃないんだ。マゴチくんですね。よいしょ、はい、よいしょ。はい、今度はマゴチくんでした。まあ、マゴチくんはねよくこの釣り方で釣られているので、まあまあ、まあ、釣れるよねって感じですね。前半の7時間は何だったんでしょうね。よし、終わりにしましょう。最後の最後にですね、ズルラバが釣れるということに気づいて、なんとか魚を取ったという感じでしたね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の釣りはですね、2日間にわたる、釣りを取りまとめて、一つにしてみたんですけども、2日ともですね結構潮が早いタイミングで、魚が釣れています。うん、で1日目はですね朝一から、まあ、いい感じにコロラバっていうことで魚を釣ることができて、あ、この日はいいんじゃないかっていう感じだったんですけども、後半は失速して全然魚が釣れないというようになってしまいました。で、2日目はですね、まあ潮が大きい、よく動くということなので、広い範囲を釣ってみようということで、前半いろんなところを釣ったんですけども、冒険しすぎて釣れない。で最終的には、潮がですね、まあ、2ノット以上流れているポイントで、ズルラバで釣れるということですね。うん、で特にこの潮が大きい時ってっていうのはですね、特にまあ2ノットぐらい流れるような時はタイはあまりボトムから離れずに、捕食しているのではないかなというふうに思うんですね。っていうのもこの日ももう散々ね、2日目も散々いろいろ潮が早い状況でいろんなところで巻いたんですけども、バイトがあったり追いがちょっとあったりしたものの、全然かかんない、釣れないっていう状況でした。でそれが全然巻かずに
そのままずるずるやり始めた途端にバイトが多発して、まあ7時間ぐらいね全然釣れなかったんですけど、そこから急にバタバタと2枚のタイが釣れた、うん、で多分潮がねまだ効いてたのでそのままやったら釣れたんですけども、もう体力的にきつかったんで2枚で終了したんですが、やっぱりタイっていうかその魚っていうのはその状況に合わせて自分の、うん、食べやすい餌っていうのを一番体力を使わなくて済む方法で食べてるという感じだと思います。で、この今初夏のですね、時期っていうのはやっぱりこのボトム付近でベントスですね、いわゆるゴカイとかカニとかエビとかそういうようなものを食べてるという状況じゃないかなというふうに思います。でそういうものっていうのは潮が速いと、まあ、そこ付近をですねもうコロコロと転がるようにこう流れているという状況ですから、上に向かって泳いでいくような餌ではないんですよね。そうなってくると平場をこう巻いて上にふわーっと浮き上がらせるっていうことが、そもそもちょっと餌の動きと違うということになってきて、なんかこう手を抜いているように見えますけども、うん、巻かずにやっぱそこ付近、まあ、潮が速くないとやっぱり成立しないんですけど、潮が速い状態ではですねそこ付近を、ずっとコロコロとそこに当てながらですね、ずるずると引こずるということが、一番、タイが今食べているというものに、近い動きになってバイトが出やすいんじゃないかというふうに思われるということですね、うん、まあたどり着いた答えはなんか普通の平場じゃなくて特殊パターンっぽいんですけども、よくよくその魚が食べているものとか状況っていうのを考えると結構理にかなっているんじゃないかなというふうに思いますので、潮が速くて釣れそうだなっていうのになぜか釣れないという時にはこのまかない平場、ズルラバっていうのを試してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価いただけると大変嬉しいです。釣りバカ3号でした。ではではまた。